すごい歓声ですけど、皆さん改めてスチオミキお疲れ様でした。好きなスキー場はどこですか？好きなスキー場はどこですか？ホームゲレンデがタカススノーパークってとこでよく行くんで、僕もホームゲレンデの横根スキー場ですね。タクと同じタカススノーパークです。うん、なるほど。尊敬している人はいますか？まあ父親ですね。ボールの中だったら国母和弘くんですね。好きなタイプは何ですか？あ、好きなタイプ？好きなタイプは、まあ、はい、明るい人ですね。明るい人。すごい考えてくれてます。まあ、優しい人ですかね。優しい人。好きなタイプは、優しくて一緒にいて楽しい人ですね。そうですよね。大会の時に緊張はどうやって和らげますか？緊張するのであんまり和らげられないまま結構一本行っちゃって、一本行くとちょっと和らぐみたいな感じですね。僕はあんま緊張しないタイプなんで、結構音楽とか聞いてテンション上げてます。羨ましいですね。あんまり緊張しないタイプなんですね。バレンタインは何個もらいましたか？バレンタインでは何個もらったか。あ、でもバレンタインの時日本にいなかったんで。そうですよ、そうですよ。なんでですか？ 2,3 個しかもらえなかったですね。 2,3 個、はい、本当ですか？あら、僕もいなかったんで、はい、まあ、学校も行ったんですけど、そんななかったですね。何も家に何か届いてましたね。意外と2人ともあまりもらってない。そうですよ。じゃあ岡田選手はあげましたか？あげてない。純粋にこういうふうにパンとオリンピック見て、率直な感想をまずお聞かせください。まあ、オリンピック前まではこういうことなかったんで、オリンピックでメダル取ったってことは大きいな。今まで結構手紙届いたりとかだったんですけど、やっぱこう直接にもらったの結構今までにあんまないんで嬉しかったです。みんな あの率直な意見が結構面白かったです。そういう自分がそういう対象になってるっていうのはどういう気分ですか？まあ、でも自分はそんなに何もオリンピックメダル取ったからって変わってないんですけど、で帰ってきてみて周りの変化がすごいからびっくりしました。男の子の前のあんまり距離に少ないですけど、どうですか？そうですね、まあでも2人が、まあ、メダル取って、まあ、そうなるだろうなって思ってたんで、別にそんなにびっくりしなかったです。